クネセトはイスラエルの立法府である。青と白のイルミネーションでライトアップされた夜のクネセト。青と白はイスラエルを象徴する色である1958年に成立した基本法にクネセトについて規定されている。一員正議会で常任委員会を通じて行政府を監督する。1949年第一期開催。クネセトは 議員の過半数の賛成により選挙の期限前実施、議員の3分の2の賛成により任期延長を可決することができる。過去、8回期限前実施が行われている。1973年の第4次中東戦争時、選挙の実施が一度延期されたことがある。2009年1月、中央選挙委員会は2月の総選挙でアラブ政党からの立候補を禁止すると発表した。 アラブ人が個人として、その他の党派から立候補することは差し支えないとしている。人種差別と反発が起きている。最高裁によって、中央選挙委員会の決定は却下されたが、ガザ侵攻でアラブ人との緊張が高まっていることが背景にあるという。このことに限らず、クネセトナイでのアラブ人議員やアラブ系政党の存在は常々、イスラエル国内で、 理論の対象となっているサハリベラル勢力は、イスラエルの民主主義を維持するために必要だとの立場を取る一方、リクードや、そのタウハ政党、極右の入植者勢力などは、ユダヤ人国家の純潔を汚すものとして、アラブ人議員追放、アラブ系政党禁止を主張することが多い。また、過去に過激な極右政党がクネセトに進出したことがあるが、 勢力を拡大させる前に、中央戦艦とイスラエル最高裁が手を打ってこの党の議席を没収し、クネセトから追放したことがある。クネセトは、イスラエル独立時に政権議会として設立された。しかし、第一次中東戦争の最中であったことから、憲法制定が最優先課題ではなかったため、暫定憲法として基本法を暫時制定していき、 最終的に憲法として取りまとめることを決定したことから政権議会としての性質を残したまま国の立法機関に移行した。現在使われているクネセトの建物は1958年10月14日から建造を開始し、1966年8月31日に開館した。ユダヤ系の財閥であるロスチャイルド家などが建造資金を提供した。それまでは、 バイトフルミンと呼ばれたエルサレムの一角にあるビールが暫定的に使用されていた。名称は、紀元前5世紀にエズラとネヘミアによってエルサレムに招集されたユダヤの代表機関、クネセット・ハグドラに由来する。120。全国選挙区で政党リストに基づく完全比例代表制。政党がクネセトに議席を獲得するためには、 相当票数の2%の障壁を超える必要がある。選挙権は18歳以上、非選挙権は21歳以上。4年、ありがとうございます。